皆さんこんにちは。サッカー解説者の落合隼人です。 J リーグもいよいよ最終盤、 J2 リーグにおいては今度の12日日曜日に最終節第42節を迎えることとなりました。そこで今日もモンテディオ山形の第42節ホームで行われるヴァンフォーレ甲府戦、まさにこのゲームで勝った方が昇格プレーオフ6位に食い込んでいくという、はっきりと明確に何かがかかったゲーム、そのゲームをプレビューしていきます。ぜひご覧ください。第40節の群馬戦においては山形にとっては鬼門と言われる大槻監督率いる群馬との一戦でした。オーソドックスな 4-4-2 ではあるんですけれども、守備陣の群馬は攻撃時が右のサイドバックがこう一つ上がって、後ろ3枚回しにする変則的なシステムを取ってくる群馬に対して、もっと山形苦戦するかなと思ったんですけれども、僕自身放送ダゾーンでも入ってましたけども、山形の選手たちがしっかりと群馬のその陣形だったり、攻撃時の陣形だったり守備時の陣形っていうのを冷静に見極めて、じゃあ自分たちがどうしていこうかっていうところを本当試合の入り10分以内に、しっかりとこう把握して分析して自分たちの立ち位置を丁寧に取っていって、次第にゲームを有利に進めていけたゲームだったかなというふうには思います。勝ち方としてもやっぱり点を取るべき選手がしっかりと点を取っていくというところで、若きストライカーですね、高橋純也選手、なかなか今シーズン得点機会はあったんですけども、なかなか実際にゴールネットを揺らすところまで至らなかった高橋純也選手が大きな大きなゴールを決めて、勝ちを手繰り寄せたということで、鬼門と言われていた群馬に対して、山形が今シーズン着実に力をつけてきたということを証明できた90分かなというふうに思います。はい、いわき戦については正直前半にこういくつか失点してもおかしくないなというシーンは、あったんですけれども、これも群馬戦同様にそのいわきの戦い方、いわきに関しては結構自陣に山形の選手たちを引き込んで、そこから一気にパワーをかけて山形陣内に攻め込んでくるっていう、そういうところに対しても、山形の各ポジションの選手たちの強度が非常に速くて、で特に強度といってもその攻から守に切り替わった時の相手でいわきの攻撃のこう目を即座に潰していくっていうところが的確にされていたので、前半に関しては今言ったようにちょっと失点してもおかしくないなというシーンはありましたけども、後半に入ると次第に山形のゲームに持っていけたということで、見事なゲーム運びなんでしょう、こう勢いだけじゃなくてやっぱり対相手っていうところをしっかり試合が始まってみて短時間の中で数分の中で分析して、こういう風な戦い方立ち振る舞いをしていくっていうところ、これはもうベンチも含めてですね、山形は今シーズン渡辺監督になってからすごく柔軟にできていると思いますし、うまく進められている、そんなゲームだったというのは群馬戦、その前の試合の群馬戦と共通しているところであります。でいわき戦に関してはもうはっきり言って、そのいわきが山形がどちらかのサイドにボールを運ぶと、もう守備陣形がそのボールサイドにコンパクト、縦もコンパクト横もコンパクトなので、そこは明確ですね。ボールとは逆サイドに、ボールがいいタイミングで運ばれると一気にチャンスになる、ゴールに向かったパワーを持てるということで、サイドチェンジを対応していくっていうことはもう試合始まってすぐに、こういう狙いを持ってこのゲームに挑んでいるんだなっていうのはすごく伝わってきました。ただ前半に関してはサイドチェンジは何度も繰り返されるんですけど、やっぱそこに手数と時間がかかっているので、結局いわきの守備陣もゴール前を固めているので、横からのクロスっていうことが前半山形の攻撃のメインの形になったんですね。ただそこを前半終わってからおそらくハーフタイムで修正があったと思うんですけど、もっとサイドチェンジが優先じゃなくて、優先順位は
相手のビハインド、背後っていうところ、そこにもう一度立ち返って、速い攻撃というのを展開していこうっていう、そういう狙いも、明確に前半から後半にかけての変化としては、見れました。で、結局、チアゴからこうデラトーレが入れた最後、そういうシーンでも、右サイドのスローインから高橋純也選手が左サイドにもう間髪入れずに、サイドチェンジしてチアゴに送る。で、チアゴもワンタッチ、ツータッチ目でもうゴール前のデラトールに、クロスを、グランダーのクロスを入れたっていうのは、もうサイドチェンジプラス相手の背後を取るっていうところは、前半になかったそのスピード感、テンポっていうところがプラスされたので、そこに対して、いわきの選手たちは、対応しきれなかった。っていうことは言えると思いますし、そこは高橋純也選手の展開も良かったし、チアゴのボールを左サイドで受けてから、時間をかけずにもう早く、1枚しか出た通り入ってなかったんですけど、そこにピンポイントで合わせていくっていうその精度、質も同時に存在していたので、あのゴールが生まれたということで、うん。やっぱり手数をかけずに素早く攻めるっていうところは山形の良さ。であったと思うんですけど、それが前半にはなくて後半にちゃんとそういう姿を取り戻せたということを考えれば、やはり難しいゲームを自分たちで試合中に修正しながら、いい方向に持ってこれる山形のその底力といいますか、自力っていうのが前節もしっかり見れたなという、そんな感想を持ちました。はい、いくつかあるんですけど、最近やはりパフォーマンスがこのシーズン終盤に来てどんどん上がってるなと思うのが、センターバックの西村選手ですね。西村選手のまず攻撃面でいうと、この配球が近く近くじゃなくて、やはりワイドの伊坂全員に一気にパスが通る、その確率が高いし、見てるところが非常に良くなってきてるっていうのは実際あります。で、ここが開通するっていうのは、右の川合歩選手のポジショニングもいいので、相手をこういう風に押し下げておきつつ、伊坂全員もコースをこうやって開けるっていうような、そういう近くのポジションの川合歩選手とのやり取りも非常にスムーズにいってるからこそ、このパスが生きてくる。監督が、前監督ピーターの時には西村選手、意外と近いところが多かったんですけど、最近はこう一個飛ばしの、だからいわゆるこう攻撃が早い攻撃を作るきっかけとなるパスが西村選手から多く出てるっていうのは、一つ最近チームがね、いい状態にある要因なのかなと思ってます。あと左サイドの小野選手ですね。前々節ですね、群馬戦でチアゴへのロングボールですね、すごく難しいボールをこう入れながらチアゴが抜け出してっていうシーンを作り出しましたけど、小野選手、この緊張感の徐々にこう高くなってきているこの最終盤、リーグ最終盤で、やっぱり失点したくないっていう、負けちゃいけないっていう思いが強くなればなるほど、サイドバックはちょっと自重するといいますか、駆け上がりだったり自分で運ぶことを自重しがちなんですけど、小野選手に関しては全然そんなことなくて、やっぱりこう一個前の選手の内側を追い越したり外側を追い越したりっていう、基本矢印はしっかりとゴールに向かってるっていうことで、すごく勇気を持ったプレーが小野選手のところでは多いなと思ってます。バランスを結構取りがちになるこの時期の時に、彼はやはりしっかりと目線はゴールにある、またはストライカーたちがいい状態であれば少しでもいいところに運んでそのボールを配球していく、自分のこの左足からのキックっていうのを存分に生かすっていうところを、意識しているので、本当に何度も言うように勇気を持った選手だなっていうのは改めて感じているので、今のチームの勢いっていうのはこの選手たちが生み出している。あとさらに山形がしっかりとゲームを勝ち切っている要因の一つとしては、途中から入る、例えば左だったらチアゴだったり、一番先頭に入るデラトーレで、最近はトップ下で起用されてますけど高橋純也選手ですね。全然もうこう2トップ気味でもいいと思うんですけど、まあ、起用され方としてはちょっとトップ下に
起用されながら、この辺でもボールをこう受けるライン間で受ける役目なんかもこなしながら、でも最後はしっかりとゴール前に、顔を出しながら結果を出しているっていう、その途中交代の選手たちが結果を出しているっていうのは今の山形の一つの特徴ですし、まあ、それこそあの渡辺監督が彼らを信頼して、まあ、日常の中でトレーニングを積んでいるっていうことと、あの精神的に彼らが今充実した状態でこうゲームスタートではないですけども、しっかりと自分のストロングっていうのを出場した際にはあのチームに落とし込もうっていう、そういうモチベーションにさせているっていうのはあの渡辺監督の一つの大きな仕事かなと思ってますし、そこがあの見事にあのチームに今マッチしてると言っていいんじゃないでしょうか。はい、そんなにあの多くはないし、そんな大きな問題を今抱えて戦っているわけではないと思うんですけど、あの少し気になるところが一つあって、山形のこう守備時フリーキック、相手に自陣でファールをこう犯してしまって、ここからのフリーキックですね、こういうあたりからのフリーキックの時、前節いわき戦の失点シーンが全くそうなんですけど、山形の選手たち結構高めにこうラインを設定していて、ゴールとの間に結構大きなスペースを相手に対してはこう与えているような、そういう守り方をするんですけど、まあここはラインで相手のこの早く飛び出していったら当然オフサイドなので、そういうふうにあのストレスをかけていくっていう守り方をしてるんですけど、いわき戦ではいわきもまあ上手くて、わざとこのボールの近くにはちょっとオフサイドポジションにもうすでに選手を1枚配置してて、まあこの選手がボールに関与した時にはもう即オフサイドなんですけど、この選手はもうそもそもボールに関与する気はなくて、でじゃあ誰に決められたかっていうと、このラインから3-4メーターぐらいですかね、後ろの位置からオフサイドにまずかからないように、このキッカーの助走を見ながらちょうどいいタイミングでここをすり抜けていって、ここでうまく合わせられたっていうシーンがあるんですけど、これ実は昨年かな、町田の深津選手にもこれ実際やられてて、ここのラインにかかってたらもうオフサイドにかかるのが怖いので、この選手も勢いパワーを持ってここには出ていきにくいんですけど、やっぱりここから状況を見ながら、このキッカーの助走を見ながらタイミング合わせて、なおかつ勢いよく一気にオフサイドにかからないタイミングを取れれば、ここも相手のディフェンダー、山形のディフェンダーを置き去りにしながらここに対していい状態で入っていけるんですけど、まあ、あのこういう形を取ってきている相手は増えてきているなという印象なので、しっかりとこの選手が気になるんじゃなくて、やっぱりちょっと間っていうか、この距離を置いたところからスタートを切ってくる相手というのは一つ要注意かなと思っています。で、甲府に関してはいいキッカーもいますし、あのピーター・ウタカだったりクリスティアーノだったり、あとは三平っていう選手、中で合わせるのがうまいし強いっていう選手たちもたくさんいるので、そのあたりは一つ警戒かなと思います。ここら辺の選手ですね、この辺の選手たちが一つ注意ポイントかなというふうには感じています。